鬼瓦は瓦吹きの屋根の端などに設置される装飾性のある瓦の総称。単に鬼と呼ばれることもある。厄除けと装飾が目的とされるものも多い。ローマ帝国のパルミラにおいて建物の入り口の上に厄除けとしてメドゥーサを設置する文化があった。この文化がシルクロード経由で中国に伝来し、日本では奈良時代に 当文化を積極的に取り入れ出した頃、急速に全国に普及したとされる。鬼瓦は、胸の末端につける飴じまいの役割を兼ねた、装飾瓦で、同様の役割を持つ、植物性や石、金属などの材料で吹かれた屋根に用いられるものを、鬼板というが、鬼面が彫刻されていない鬼瓦も鬼板という。一般的に鬼瓦といえば、 鬼面の有無に関わらず胸瓦の端部につけられた薬瓦のことを言う。鬼瓦に付される鬼のモチーフは壁舎の意味を持つとされる。鬼の顔を彫刻したものからシンプルな造形の素浜や陸と呼ばれるものや蓮の花を表したもの、また家紋や福の紙がついたものなどがある。古くは日本では蓮の文様が多かったが奈良時代以降は鬼面が 主流になったため、鬼瓦と呼ばれるようになった。鬼瓦を制作する、瓦職人を鬼師と呼び、2021年時点で全国に70人から80人の鬼師がいるとされるが、うち約50人は、三州瓦の製造地域を拠点としている。ありがとうございます。